こんにちは、薬師井官房です。今日ご紹介する前後はこちら、幸運流水です。どんな意味かと言いますと、雲のように、水のように流れるまま生きるです。修行僧のことを運水と呼びますが、これはこの幸運流水から来ています。歩いていると必ず石につまずく、つまずいたことをずっとずっと引きずっていると。 ままたつまずいてひどくこけるそうなる前に一旦立ち止まって空を眺めましょう川を見つめましょうあの雲のようにあの水のように全てのことを受け入れながら生きれたらもしまた石につまずいたとしても次につながるいい受け身ができるかもしれません